2022年、11月の21日、カレンダーもうワケトンブックの色が変わってるか変わってないかぐらいでもう判断してください。左上の方に令和4年2022年と記載してます。でこちらが、僕は中学生の頃に使っていた世界地図で、カタールとアラブ首長国連邦とサウジアラビアに関して国境線がしっかりとまだ引かれてない状態で、赤い丸で囲っているところが油田の位置です。こういうふうな状況ですね当時で、なんかこの辺ここ地形変わってるような気がするんです。テレビのニュースどこまで信じていいのか分かんないんですけども、これ今カタール分離してませんでしたっけ。だから石油の採掘で地面が陥没したのか何なのか、その辺本当の話欲しいんですよね本当に。で、その下の方にあるこのビクトリア湖、ウガンダの地域ですけども、その地下水流トンネル発電の件に関して当時私がフルーツラパークで働いていた1997年、1998年、1999年の冬場ぐらいまでですかね、そのあたりのところでその地下水流トンネル発電、作ればビクトリア湖通りでビクトリーなわけやなとか、そういうふうな冗談、これその当時から言ってるんですよ。だから地下水流トンネル発電と河川開閉式はどうだったかな、だから結局地下水流トンネルだけでええんちゃうかとか、そういう話にもなってましたから、だから話が全部の話を総合していくと、河川水門開閉式ダム発電も地下水流トンネル発電も必要ですし、あと河川で川魚、食べ物として食べる川魚が取れているところは考慮してあげなきゃなりません。それに合わせた形で 作らなければならない。で日本で正直、川魚が取れる地点なんかほぼありません。以上です。